鳥山石炎、ガト百鬼夜行より、おとろし、カモノづくしの、おどろおどろおとろしは、沢木講子の、百回図鑑などの妖怪絵巻や、鳥山石炎の、ガト百鬼夜行にある日本の妖怪。江戸時代の、百回図鑑、カモノづくし、化け物絵巻、百鬼夜行絵巻などの絵巻や、S 五六、十回ス五六、ガト百鬼夜行では、長い髪に覆われ、 顔に前髪を垂らした姿で描かれている。いずれにも、名称以外の解説文が一切なく、どのような妖怪を意図して描かれたかは不明である。百回図鑑、化け物絵巻などの絵巻物、十回すごろく、ガト百鬼夜行では、おとろし、カモノズくしでは、おどろおどろ、百鬼夜行絵巻では、毛ぱいの名称で描かれている。江戸時代の随筆。 比喩ユー将来に惹かれている古方言元信が描いた、化け物絵に描かれていたとされる妖怪の中には、オトロンの名称が確認できる。妖怪研究家、田だかは、オトロシと、オドロおドロの名称の変化について、鴨モノづくしでは名前奥のアザテンを用いて、オトロと書いているため、これを、オトロシと誤読したものとしている。ただし、オドロおドロは、君が悪い、恐ろしいを意味する。 おどろおどろしいの名詞化した名であり、おどろしは、おそろしいの、髪型なまりであり、どちらの名でも意味において大差はないとしている。ぼうぼうとした長髪のことを、トゲ髪というが、ただや、妖怪研究家、村上賢治は、この意味も、おどろおどろの名に込められているとしている。また、百回図鑑、ガト百鬼夜行のいずれも、おどろしを、ワイラと並べて描いており、ワイが恐それを意味する。 賢に通じることから、怖い、恐ろしいを、具現化した、二体で一体の妖怪とする解釈もある。絵巻物には、名称以外の解説文が一切なく、それについての民間伝承を記載した書物も、存在しないため、どのような伝承がされていたのかは不明である。昭和、平成以降の妖怪関連の文献や児童向けの、妖怪図鑑でおとろしは、 神社で不心得者やいたずらをするものを見つけると突然、上から落ちてくると解説されている。また、作家、山田則夫は、東北会談のたびに、おとろしと題し、福島県で一度も寺の参拝などをしたことのない、不信心な者が、母の葬式に寺の門をくぐろうとしたところ、突然太い腕に捕まえられて吊るし上げられたという、話を収録している。 村上賢治はこれらの解説にある内容を伝承に確認することはできず、石炎のガト百鬼夜行に描かれた、おとろしの絵から想像したことに過ぎない創作であると指摘している。妖怪画のおとろしとの関連性は不明だが、江戸時代の旅行家、菅江雅美、雪の出はろには、これさえの三坂奥も深くあるは小雨そぼ降る夕暮れ難度を通れば、男は女に愛女は男に、 大わうことあり、またぬらりひょん、おとろし、のづちなんど百鬼役をすることありと、化け物坂ともいう人ありという坂道の話が記録されている。同書で、さえのみさかは、では国をがつぐにいなぎわう沢口村にあると記されている。また、秋田県公文書館に所蔵されている、秋田藩士の手によるものと考えられる、肉筆本、くぼた城下百物語には、 一つ目小僧が呼びに行く妖怪の一つとして長野坂日山屋敷のおどろしという頭部の巨大な人間のような妖怪が描かれている絵巻物などに見られる既存の妖怪画に言葉書きを添えて制作されたと考えられる妖怪絵巻、化け物尽くし絵巻ではおとろしがししこりとして紹介されている言葉書きによれば高さ8尺8畳ほどの大きさで 口の広さは一畳一尺。武前国の奈良林という村に現れ、牛馬をすべて人のみに食ってしまった。山狩りの末、岩穴に潜んでいたところを竹槍で仕留められたという。ありがとうございます。